農耕と園芸っていう超マニアックな雑誌があるんですよ。狂ってしまっているのは気候の方なんですね。こんにちは、激ハラの古谷です。リアルタイムで見ている方はこんばんは、古谷です。ですね、まあこの真冬なんですけども、もうちょっとね乗り切っていただければ、あったかいガーデニングシーズンがやってきます。クリスマスローズも今もうバンバン咲いてると思いますし、今かな、これからかな、うちの方は咲いてます。で、スノードロップとかね、その辺が咲き始めた季節かなっていうふうに思っております。今日はですね、狂い咲きは狂ってないっていうお話をちょっとしていきたいなというふうに思います。まあ園芸のね雑談というか、どっちかっていうとこの時期とか、まあ寒い時期にあったかい季節のものが咲いていたり、暑い時期に、まだ咲いてるよみたいなものがあったり、いわゆるですね、季節外れに花が咲いている状態って結構多いと思うんですね。例えばハイビスカスとかブーゲンビリアが12月に咲いてたとか、1月に咲いちゃったとか、冬越しのために室内に入れたカーネーションが咲いているとか、マーガレットが咲いているとかっていうことってあると思うんですね。あとは一回花が終わったのにまた咲き始めたみたいなものってあると思います。それを一般的には狂い咲きっていうふうに言ってるんですね。まあこのところというか、これからの時期多いのは桜とかリンゴとか、この辺がね結構多いみたいです。で、桜に関して言うと、たまにね秋とか冬に桜咲いてる時ってありますよね。これもね理由があるんですって。で、それから、ハイビスカスが、寒い時期でもまだまだ咲いてってるけど大丈夫ですかみたいな質問があるんですけど、これもですね、また同じような理由で解説ができちゃうんですね。なので、この動画をですね、最後まで見ていただいて、ああ、なるほど、はいはいと思っていただけるといいかなというふうに思います。これからね、お花を育てる上で、大事なことも中には入ってますので、ぜひ最後まで見てみてください。で、それからですね、僕の動画なんですけども、お花ごとの育て方もあれば、お花の楽しみ方とか、植物の不思議とか、土の作り方とか、水やりのやり方とか、結構ですね、奥深く話をしています。あとですね、まあ、そろそろやろうかなと思ってるのは、春の花壇苗の最新品種とか、最春品種、最春ですね、品種とかもやっていきたいなっていうふうに思ってますので、楽しみにしてってください。チャンネル登録、ポチッと押してください。あとですね、このタイミングで、グッドボタン、パチッと押していただけますと、僕が猫のように懐きますので、よろしくお願いします。あ、押していただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、お話の方行ってみましょう。まずですね、狂い咲きっていう言葉がありますけども、このね言葉を調べてみたら、季節外れに咲くとか、一旦盛りが終わった、要は満開を迎えた花が、またしばらくしてからまた咲く、まあ、狂い咲きのね芸人さんとかっていますよね。一旦ブームが終わったのにまたリバイバルで出てきたねっていうのも狂い咲きっていう風に表現されたりします。それから、あとは、帰り咲きって言うんですけど、一旦満開を迎えたお花が、その後ですね、しばらくしてからポツ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 って咲くのも帰り咲きなんて言ってて、狂い咲きと同じように言われている、表現されることが多いです。で、狂い咲きを調べていくとですね、こちらちょっと見ていただきたいんですけど、農耕と園芸っていうね、農耕と園芸っていう超マニアックな雑誌があるんですよ。で、これですね、僕が花屋さんになる修行をしてた時に、先輩というか師匠が読んでまして、ちょっと読ませてもらったんですけど、さっぱりわかりませんでした。今読むと、おお、なるほどってことが結構多いんですが、超絶マニアックで、生産者の方の中でもかなり研究している方たちが読んでるような雑誌なんですけども、これのウェブ媒体の方に、狂い咲きの説明がありました。で、この本の中身を説明というか、ここに載ってることを説明すると、基本的にはですね、葉っぱがある状態の花木があるじゃないですか。例えば桜なら桜で、何らかの形、虫の害とか、あとは、暑すぎたとか寒すぎたとかで落葉しちゃったとします。落葉しちゃったんですけど、そこからまた成長していって、一旦休眠したんですけど目覚めちゃって、また成長を続けて、何らかの形で季節を間違えて咲いちゃうことみたいなような
ことが書いてありました。で、一番最初にお伝えした狂い咲きは狂ってないよって話なんですけど、例えばね、ハイビスカスが2月に咲いてた、これね、狂ってないんですよ。狂い咲きじゃないんです。狂ってしまっているのは気候の方なんですね。気候です。だから例えば2月とかで暖かい日が続いたりすると、間違えて咲いちゃうことかって出てくるんですよね。これも皆さん体験していることあると思います。あとは秋にいきなり寒くなって、それが11月だとします。で、12月が暖かくなった時に間違って咲いちゃうものっていうのもあるんですよ。で、これは植物の方は実は狂ってなくて、植物自体は周りの環境に合わせて咲いているので実は狂ってない。で、気候の方が狂ってしまって気候に合わせて咲いてるだけっていう解釈をしてみてください。では、こっからはお家の園芸に根付いた話をしていくんですけど、例えばまあこの時期だとハイビスカス、カーネーション、マーガレット、ブーゲンビレア、プルメリアとかってこう冬越しの作業をしてると思うんですよね。で、お家の中に入れたりとか、外の軒下に出してたりとかっていうことがあると思うんですけど、軒下でもお家の中でもまだ花が咲いてます、プルメリアだったらまだ葉っぱがありますっていう状態をおかしいっていうふうに思っちゃう方って意外と多いと思います。教科書で読んだとかウェブの媒体で読んだ冬越しの状態っていうのは葉っぱが落ちることが正しいですよみたいな感じの、正しいとは書いてないんだけど、こうなりますみたいな記述があると思うんですね。ハイビスカスだったら寒かったら咲かないっていう先入観とか思い込みとか、前提知識みたいなものってあると思うんですよ。でも環境が整ってしまったがために咲いてしまうとか葉っぱが残るってことは多々あります。それはお家の環境が冬ではなくて、冬と春の間ぐらいの環境だったりとか、春の環境であったりとか、これってね、お家ごとに違うんですよ。で、一戸建てのお家って寒いじゃないですか。まあまあ寒いんで、室温って低めです。多分夜の室温10度とか11度、もっと下がるところもありますよね、お家によっては。では、マンションの室温どうですかね。例えば8階建てのマンションで5階に住んでいて、角部屋。で、角部屋と挟まれているお部屋と、これ室温違います。違うんですね。これぐらい室温でお花の環境っていうのは変わります。で、マンションなんかだと、いや、うちは20度下回らないんですよっていう方なんかも結構いらっしゃいます。逆に1階の角部屋とか結構寒かったりしますね。ここ、事務所はテラスハウスなんですけど、テラスハウスの場合でここは1階なんですね。なので比較的冷えます。夜は事務所内が11度になります。11度。で、夜は暖房つけてるのでもうちょっと暖かい。で、暖房切った後11度まで下がりますよみたいな感じですね。で、その前に事務所として使っていたところは室温がやっぱりね、比較的暖かくて15度ぐらいでした。で、それも3階は15度で、1階は10度切るみたいなぐらいの差があったんですね。で、これぐらいの室温の差があると、やっぱりこの10度15度の間、それが15度20度の間っていうのは、もう本当に植物自体が活動する温度帯と休眠する温度帯の間なんですよ。なので花が咲いてしまってもおかしくないよっていうことです。あとお庭で言うならば、南向きのお庭だと、冬場はほぼ咲かないって言われているようなお花もちらちらと咲いてしまったりとか、例えばゼラニウムなんてそうですよね。もうゼラニウムに関しては育てたことがある方が多いんで、あ、冬もなんかなんとなく咲くよねっていう認識あると思うんですけど、真冬で雪が降ってる時に咲いたりします。満開にはならないですけど、ちらほら咲いたりします。で、あとナデシコ、マーガレット、これもね、冬でもちらちら咲いたりするんですね、日当たりがいいと。逆に東向きで、午前中しか日が当たらないよっていうような場所だと全く咲かないっていうことも多々あります。なので狂い咲きしてる、間違ってるっていうことではなく、植物がその環境に対して反応して咲いたんだっていうことで、まあ、カーネーションも全部一緒なんですけど、
咲くのが止まらなきゃいけないとか、咲かなきゃおかしいっていう感覚をまずですね、ちょっと一旦横に置いといていただいて、この気候に合わせて咲いたんだ、咲いてくれたんだっていう 気持ちでもいいですよね。で、気候の方がこうなってるんだねっていうことを理解してもらえると、育てる時の役に立つんじゃないかなっていうふうに思います。今ね、特にもう異常気象っていうふうに言われて久しいです。東京でもですね、23区それから都市部とありますけども、東京全体でも、ゼロカーボン運動みたいなのありますね。カーボンをなくす、カーボンは二酸化炭素なんですけど、二酸化炭素の排出をとにかくゼロにする動きをしましょうっていうことで、24の市とか町、市町区になるのかな、市町村区が、手を挙げてやっています。残念ながらですね、ここ僕らの事務所がある昭島はまだそのゼロカーボンの運動には参加していないので、もし市長さん見ていればぜひですね、このゼロカーボン運動みたいなやつを昭島市でもぜひ名乗りを上げていただければと思います。で、このゼロカーボンって言われるって昔は言われなかったわけじゃないですか。言われるってことは、それだけ気候がおかしくなってきてるよって、オゾン層の方が変なのになってるよとか、気温が上がっちゃってるよとか、海水の表面温度も上がってるよとか、海水位も上がってるよってことなんですよね。なので、昔の、作られたその育て方っていうのって、こうもう代々受け継がれてるぐらいのレベルで、本当にね、昔の育て方がそのまんま、残っています。で、それとはまたちょっと変わった育て方というか認識もこれからは必要なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひですね、今までの価値観がこうガラッとひっくり返るような、気候になってきているので、その気候に合わせた育て方であったりとか理解っていうのを深めていっていただければ嬉しいなというふうに思います。この動画見ていただいて面白かった、役に立ったっていうことであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、またお会いしましょう。さようなら。